山の教室の田んぼ、今日は稲刈りです。こんにちは、プロトザンカーの竹内博隆です。私がプロデュースするノエビアグリーン財団山の教室、春から始まった米作り、ついに稲刈りの日がやってきました。まずは私たちの田んぼを今日までいろいろ世話をしてくださった熊の木の鹿野さんに夏の様子を聞いてみましょう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今年の出来具合どうですか？そうですね、ここまで倒れずによく実ってくれました。稲刈りの前に道具の確認です。今日は機械ではなくて手で稲刈りをします。鹿野さん、どんな道具が必要なんでしょう？はい、今日はこの横釜という稲刈り専用のギザギザがついている釜ですね。はい、格好はどうでしょう？そうですね、いいと思います。で、はい、横釜も使うので軍手をしましょうね。はいはい、滑らないタイプの軍手がいいと思います。はい、あと長袖。そうですね、長袖、長ズボン、帽子で、あ、手拭い、首に手拭い巻くといいですね。チクチクするので、はい、ちょっと手拭い忘れてきちゃったんですけども。あ、来た来た来ました。じゃあこれをこういう感じ。そうですね、はい、バッチリです。はい、では早速行ってみましょう。はい、今日は近所の農家の皆さんが手伝いに来てくれることになってます。あ、来ました。どうぞよろしくお願いいたします。農家の後藤です。ノエビアグリーン財団の後藤さん今日はフル農家スタイルで気合を入れてやってまいりました。銀座スタイルじゃないですか？いや、前回竹内さんに叱られましたので、今日はちゃんと準備してまいりました。わかりました。では早速稲刈りに行きましょう。行きましょう。さあ、ここがうちの田んぼです。広い。こんなに広かったんですね。さあ、行きます。最初の一束、よし、さっさと行きますよ。こんにちは。あ、こんにちは。わあ、その借りガチャじゃ日が暮れちゃうから手伝いますか？ありがとうございます。じゃあ皆さん手伝ってください。エツコさん早いですね。この道40年だからすごい。じゃあエツコさん、はい、ちょっと私の借り方見ていただいて、はい、ポイントを教えていただけますか？わかりました、どうぞ。切れないんですよ。一回で切れない、うん、だからここの元の方からこういう風に。お、はい、どうぞ。はい、持ったら元の方から上に持ち上げる。上に持ち上げる。あ、一回で切れるじゃん。ちょっとへっぴりがするけど難しいです。さあ、これが最後の一株。よっ、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。これで最後ですね。 OK、 OK です。丸け締めました。丸けました。じゃあ竹内さん、この取れたてのお米で早速ご飯を炊きましょう。これ乾燥させないと食べられない。これまだ食べれないんですか？このままで食べられない。まだまだ先は長いんです。じゃあこれ乾かしに行きます。わかりました。はい。ではこれから乾燥させていきます。はい。最近は乾燥機で乾燥させることが多いんですけども、うちの米は天日干しで乾かしていきます。機械でやるのとどう違うんですか？やはり天日干しの方がゆっくり乾燥させられるので美味しいお米になります。いいですね。だいたい 2,3 週間、
そしてその後に脱穀の作業をして皆さんのところに届くのはだいたい11月ぐらいになります。お父さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ここに去年収穫したうちのお米があります。そしてこの間一緒に汲みに行った森の水源の水、今日も汲んできました。あの水美味しかったですよね。美味しかったですよね。うちの田んぼに流れてきてる水の最初の一滴の水ですから、その水でお米を炊いたらきっと美味しくなりますよ。楽しみです。竹内さん、このお鍋を使ってご飯を炊くんですか？そうです。こういうコヘルという山用のお鍋とこのガスコンロでお米を炊いていきます。家のお鍋とコンロでも OK なので、何か災害があった時に電気が止まっちゃった時にこの炊き方を覚えておくと便利です。はい、これから料理をしますので消毒をします。はい、水を入れて、また戻します。お米が割れないように優しく水を入れて、はい、お米を研いできました。じゃあここに水を入れます。じゃあ後藤さん、水を入れてください。はい、お米2合なのでだいたいお水450ミリリットルお願いします。わかりました。まず1杯で、このままだいたい30分ぐらい水に浸して待ちます。でこれ、水に浸して30分経ちました。では早速炊きましょう。お願いします。ではこのまま沸騰するまで待ちましょう。はい、で沸いてきたらちょっと火を弱めます。はい、ちょっと見てみましょうか。あ、もういいね。じゃあもう火を消しましょう。はい、さあ蒸らしの10分が過ぎました。はい、開けてみましょうか。お願いします。いきますよ。はい、お、すごい美味しそうですね。美味しそうに炊けましたね。キラキラしてます。お米のいい香りです。じゃあ早速試食してみましょうか。美味しそうですね。いただきます。いただきます。あ、美味しいですね。美味しい、甘いですね。あとふっくらしてる。もちもちです。これ水がやっぱいいんでしょうね。確かに、あの水源の水が効いてますね。このお米が育った水で炊いたご飯ですから、やっぱ美味しいですね。美味しいです。日本にはたくさんの水田がありますが、水田にはお米を作る以外にもとても重要な役割があります。私が山登りをしてて感じるんですが、日本の山はすごく険しくて急で、そして国土が狭いので、山からの水は一気に海に流れ出していってしまって水を蓄えることができません。もし日本から全ての田んぼがなくなってしまったなら、土が一気に海に流れ込んで日本の国土はどん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 削られてしまうと言われています。田んぼが川の水を保ち、そしてゆっくり浸透させてくれることで私たちの国土を守ってくれています。そして田んぼには多くの虫や動物が住むことで生態系をも守ってくれています。私が登山をしに行くパキスタンは国土がとても乾燥していて、農業するために遠くから水路を作って水を引いてこなければなりません。日本はとても水に恵まれ、これだけ多くの水田を作ることができます。
この水田をこれからも守るために私はお米作りをしながら活動をこれからも続けていきたいと思います。山の教室のプログラムをぜひ楽しみにしてください。どうでしたか、お父さん、あの春から米作りを見てて。いやー、お米作り想像以上に大変でした。でもさっきの美味しいお米を食べると手間暇かけて育てた甲斐があったなって感じますね。そうですね、やはり最初から自分たちでこう育ててこう今日も収穫をすると愛着が湧きますしね、本当にこう美味しさがこう湧き立つみたいな感じがありましたよね。そうですね。田んぼはこれから春までお休みをして力を蓄えます。そして来年はまた田植えです。それではまた会いましょう。